車の取説。日産エクストレイル。タフギアをキーワードに2000年に登場したエクストレイルは、いかにも四輪駆動車らしいボクシーなデザインと高いオフロード走行性能、そしてアウトドアでの使い勝手の良さで人気を博した大ヒットモデル。3代目では洗練されたクロスオーバーデザインへと大胆な方向転換を図りつつ、走行性能に磨きをかけ、時代にフィットした高い安全装備でより多くのニーズに応えるモデルへと進化しました。価格帯はおよそ248万円から413万円。ラインナップは大きく2リッターガソリンと2リッターハイブリッドに分かれ、それぞれに FF と 4WD を設定。さらに定員5名の2列シートと定員7名の3列シートが用意されているのも特徴です。WLTC モード燃費はガソリン車 FF でリッター 13.2キロ、 4WD は 12.6キロ、ハイブリッド車ではそれぞれ 15.0 キロと 13.8 キロ。全車エクストロニックマニュアルモード付き CVT を採用しています。3列シート車はリッターあたり 0.4 キロほど燃費が低下します。今回は 20XI レザーエディション V セレクションの 4WD 車で、高速道路と一般道をおよそ270キロ走行しましたが、メーター表示の実燃費はリッター 10.2 キロでした。アウトドアフィールドを得意とするエクストレイルは、車体の上下動を予測して凸凹道での揺れを低減するインテリジェントライドコントロールを搭載。またコーナーやブレーキング時に四輪を独立してエンジンブレーキ制御を行うインテリジェントエンジンブレーキといった世界初の技術を採用。プロパイロットやインテリジェント 4x4 が安心安全な走行をサポートします。ボディサイズは全長4690mm、 ホイールベース2705mm、 全高1740mm、 全幅1820mm、最低地上高205mm。 武骨なイメージの2代目までから一転、都会にも溶け込むスタイリッシュなボディは、日産車の特徴でもある V モーショングリルからボディサイド、そしてリアまで流れるような一体感でまとめられた SUV ブームの主流たるデザインです。インテリアは随所に SUV らしさを残しながらも乗用車ライクに刷新。エクステリア同様に統一感と質感を感じさせてくれます。ラフな使い方にもへこたれない防水シートとラゲッジも初代から引き継がれるエクストレイルの魅力です。ホイールベースを先代から 75mm ストレッチしたことで、2列シート車ではゆとりあるレッグスペースを生み出し、3列シート車では十分な居住性と積載性を確保しました。ラゲッジルームはクラストップレベルの565リットル、最大長1745mm、 最大幅1305mm、 高さ845mm、 ラゲッジボード耐荷重75kg とタフで余裕ある使い勝手が魅力。足先の動きでドアを自動開閉できるリモコンオートバックドアは挟み込み防止機構付きです。ドリンクホルダーは計8箇所、センターコンソールのカップホルダーは保温保冷機能付きです。 USB ソケットはメーカーオプションナビに1箇所用意されます。低燃費と高トルクを両立した2リッター直噴ガソリンエンジンを搭載するエクストレイル。エクストロニックマニュアルモード付き CVT との組み合わせで 1.5 トンを超える車重を軽快に加速します。
インテリジェント 4x4 など最先端技術を惜しみなく装備し、道を選ばず快適な走行性能を実現しています。東京湾アクアラインを時速70キロで巡航している時の車内の騒音レベルは68デシベル程度でした。コアなファンに刺さったタフギア感は残しつつ、スタイリッシュなデザインに先進技術満載のエクストレイルは、アクティブな毎日を共に過ごす最高の相棒になってくれそうです。